こんにちは、無課金プロスペース研究家のフォルテです。このチャンネルでは自身も無課金でプレイしている経験から、無課金初心者の方向けのプロスペースで効率よく強くなるための情報を配信してます。今回はバトスタのお知らせが結構来てまして、こちらのガチャの、メンバーが決まって今度来ますよってところと、あとユーザーが必ずやるべきこと、報酬をもらうためにねやるべきことがありますので、そちらの解説をしていきます。そして今来ているタカチャンネルさんコラボの、対決カニバルイベント、こちらで、累計報酬 S ラン契約書以降ですね、そこからエナジーをがっつり使ってどんどんやっていくべきかってところで、意外となんか報酬美味しかったので、データを取った結果とかも踏まえて、なんでエナジー使っていいのかってところを話をしていきます。今すぐ育成したい方とか、特訓 1.5 倍の準備がしたい方はぜひね見ていただけると、残り1日半とかですけども、参考になると思いますので、最後までチェックしていってください。でやっていきましょう。ではまずバトスタのお知らせの確認から、解説からやっていこうと思います。はい、1月10日のダイワハウススペシャルプロ野球ナンバーワン決定戦バトルスタジアムとプロ野球スピリッツエースのコラボを実施というところでして、このバトスタっていうのは、プロ野球選手がなんかいろんな競技とかで、競い合う、バラエティ系っていうんですかね、番組で、その番組と、あとこのアプリゲームですね、このプロ野球スピリッツがコラボというところでございます。でコラボの内容で、3つ重要なところがあるんですけど、ちょっと1、2飛ばしてもらって、先にねまず3から紹介していきます。はい、このバトルスタジアムセレクションっていうのが、このイベントとコラボしたことによって今後ねガチャとして登場していきます。このガチャはね、1月4日に去年も登場していたんですけども、今年もね登場することが決定したというところですね。メンバーとしてはねこの12人なんですけども、ガチャシステムとしては S ランクが当たれば必ずバトスタの選手が当たるシステムになってまして、20連目ではバトスタの S ランク確定の 30% の確率で自チームの選手が当たる、そして40連目ではバトスタ S ランク確定の50% の確率で自チームの選手が当たるというようなシステムです。そしてバトスタの選手には限定の特殊能力がつきまして、第3特能ですね。去年この写真画はね、大野選手が話題だったと思うんですけど、この第3特能が激闘っていうのがついてまして、これ打者のミート昇段、パワー昇段、球威がビアップというような能力になってますね。これはエキサイティングとかアニバーサリーとかとほぼ同じような感じかなと思っていいと思います。これアニバと比べると、多分これだと球威ビアップなんですけど、例えば柳選手ですか、アニバの選手と比べると、選抜ですね。こちらと、制球ショーアップ。で、打者のミート昇段、打者のパワー昇段と同じ感じですね。でそして、バトスタの選手をオーダーに入れた場合ですね、一人の選手だけで星3のコンボ、バトスタってコンボをね、発動してくれるっていうことになってます。で、星3のコンボなので、発動すればかなりね、強力なコンボなので、いいコンボであるんですけども、ただアニバーサリーのオートグラフとかがそうだったんですけど、発動率が結構低くて、発動しなきゃ結局意味ないじゃんっていうところだったので、そう考えるとそこまで大した影響はないのかな、みたいな感じはしてますね。発動率はまだわからないんですけども、とりあえずその特能がつくというようなところです。ということで、今年のバトスタ登場が確定した選手を紹介していきましょう。で、バトスタの選手たちは、スピリッツはね、3500で今年登場すると見込まれてまして、ステータスが表のステータス、各プラス1ずつされて登場します。では、ソフトバンク栗原選手ですね。プラス1されるので、ミート61の C、パワー75の B、走力67の C で来ると予想されております。で、特能のおそらく満了とかは消えるんじゃないかと思われます。はい、ロッテは井上選手ですね。ミート67の C、パワー78の B、走力56の D で来ると予想されます。特能はチャンスが消えて、激闘になるんじゃないかと思います。西武は平投手ですね。球威78の B、制球63の C、スタミナ63の C で来ると予想されます。変化球はこんな感じで、特能の、タイピンチ来ちゃうんですね。タイピンチが消えるっていうような感じですね。もともとリアタイできてはなかったんで、そんな影響はないかなと思うんですけども。楽天は小深田選手です。プラス1のミート75の B、パワー63の C、走力79の B で来ると予想されます。特能が逆境が消えて激闘なんじゃないかと思われます。日ハムは杉谷選手ですね。A ランクはプラス10すれば S ランクに変換できるので、プラス11のミート62の C、パワー65の C、走力75の B で来ると予想されます。守備がすごくて、ちょっと特能はまだ分かっておりません。オリックスは山崎福也投手ですね。D ランクはプラス30すれば S ランクにできるので、プラス31ですね。球威73の B、制球61の C、スタミナ73の B で来ると予想されます。球威、スタミナ、どっちっていうところでは結構熱いですね。そして変化球がこんな感じですね。ツーシームフォーク。スラカット。ノックルカーブ。結構強いですね。意外とリアタイ適性もあるんですね。なんか昔のやつは強かったっていう噂を聞きましたけど。はい。ちょっとね、能力期待ですね。今年は84イニング投げて、5勝5敗の防御率 4.50 というような感じでしたが、期待してお待ちしましょう。巨人は松原選手ですね。プラス11すればいいので、ミート61の C、パワー59の D、走力77の B でいくと予想されます。特能はちょっとまだ分かってないですね。阪神は馬場投手ですね。プラス11の球威75の B、制球68の C、スタミナ67の C で来ると予想されます。
変化球がこんな感じですね。徳野はちょっとまだ分かってません。中日がマルク投手だと思われます。多分本名石田健とマルクっていうのかな、ちょっとあんま分かんないんですけど、ちょっと僕知らなかったんですが、メーカーに載ってなかったので、まあ、成績だけ今年が3イニング、まあ、3登板で4失点で防御率 12.00 という感じらしいですね。ちょっとよく分からないので、この辺は詳しい方コメントしていただけると助かります。そして DeNA もちょっとデータでメーカーがなかったので、伊勢博夢投手だそうです。はい、今年の成績が33登板35イニングを投げて3勝1敗4ホールド、防御率が 1.80 ということで、かなりのね好成績を残しているみたいだったので、ちょっと能力を期待ですね。ちょっと僕知らなかったので、こちらもコメントね、詳しい方は教えてください。そして広島は森下投手ですね。はい、こちらアニバと同じような感じでおそらく来るんじゃないかと。はい、球威78の B、 制球71の B、 スタミナ75の B で来るんじゃないかと予想されております。球種はこんな感じの、特能が通常版尻上がりなんですが、これがおそらく変わるんじゃないかなと思われます。そしてヤクルトは村上選手ですね。まあ、ここが一番の目玉なんですかね。はい、このアニバと同じような感じ、ミート77の B、 パワー81の A、 走力70の B、 ミート A が称号で可能なところになるかなと思います。で、特能に関しては通常版ですと、こちらですね、チャンスかな、チャンスが消えておそらく激闘なのかなと思われます。というわけで選手を紹介していったんですけども、まあ、このガチャに関して引くべきかってところですね。まあ、このガチャに関してはまあ基本皆さんスルーでいいのかなと思っています。まあ、ガチャシステム的にはね、そのバトスタ選手当たるっていうところなんですが、まあ、このラインナップを見てもらうと、やっぱりベスト9タイトルホルダーの方が、もうどの選手もね、当たりのような選手ばかりだと思いますので、そういったところでベスト9の方がね、優先なのかな、引くならばっていうところだと思います。まあ、ということで、まあ、ガチャ的にはね、あんまり気にしなくていいよってところなので、まあ、皆さんが気にするべきところはあと2つありまして、まず1つ目ですね、コラボ企画丸1、バトルスタジアムコラボ記念対決動画応援大会とあります。まあ、これはなんかエキサイティングの時もあったかと思うんですけど、まあ、選手たちがリアルタイム対戦で対決したものが、このパワープロプロ公式チャンネル、こちらで、まあ、YouTube で流れるというふうになるみたいです。で、この6選手がね、対決して3試合あるみたいですね。で、まあ、この動画に関しては、まあ、普通に自分たちで楽しんでもらえばいいと思うんですけど、まあ、これでね、勝敗を予想する応援大会っていうのがあります。この詳細はこちらとありますね。で、これで勝利するチームを予想して、的中すればエナジーをゲットとなってるみたいですね。まあ、7エナジーとか書いてないんですけど、まあ、多分3エナジーずつとかかな、わかんないんですけどね。まあ、なので、これはね、絶対やっていきましょうというところになりますね。で、これに関してはもう今日からもすでにね、できるようになってますので、まあ、この動画見ていただいて、まあ、すぐ予想しちゃっていいのかなと思います。で、その応援大会に関しては、このマイページの下のバナーですね。ここから飛ぶことができまして、まあ適当に、まあ僕ちょっと選んでみたんですけど、はい、こんな感じでね、予想してもらって、この投票済みだよっていう風に画面になってればもう OK だと思いますので、まあ、皆さんここまでやっといてください。で、そしてラストのところがコラボ企画丸2。これはバトルスタジアムの放送中のクイズに参加しようっていうやつですね。1月の10日13時からバトルスタジアムがあるみたいで、まあ、ここで、ね、データ放送を使った予想クイズがあるみたいです。まあ、なんかそのリモコンとかでなんか回答をね、なんかその見ながらやっていく感じだと思うんですけど、まあ、普通にそれをやっていけば、まあ、そのやった人はそこでね、普通にまあアプリと別で豪華報酬をゲットできるみたいです。で、そのクイズに参加した人が1万人を超えていけば、プロスピ内では S ランクのバトルスタジアム契約書をゲットできるという風になってるみたいです。まあ、なので、まあ、ちゃんとね、超えるように皆さんできれば、そのクイズ大会に参加しておいてくださいというところになります。で、そちらの契約書に関しては1月の12日から1月の19日の間にログインをしていれば必ずプレゼントとして配布されるとなっておりますので、まあ、一応クイズに参加しなくても、まあ、もちろんもらえるんじゃないかなってところですね。ぜひ皆さん参加してみてください。それではプロスピは俺だで、まあ、累計報酬以降のね、オーバーランのすべき価値について話をしていこうかなと思います。現在176,937ポイントというところで、まあ、累計が12万ポイントで終わりますので、まあ、それプラス56,000ぐらいですね、そのぐらいやれてるというような感じでして、累計報酬以降はランダムボックスとパネルチャレンジ、ここから報酬がゲットできるかと思うんですけど、まあ、Vロードを一周した分でどのくらいもらえるかっていうのを集計してみました。まずランダムボックスですね、3000ポイントごとに、まあ、これのどれかがね、当たるっていう感じのものなんですけども、集計してみた結果、まあ、Vロード1周で17回こちらをゲットすることができまして、 A ランクとか当たらずというような結果でございました。そしてパネルチャレンジの方に関しては Vロード1周で、まあ、通常の方だと全21回やって4エナジーぐらいゲットできたぐらいですね。 A は当たりませんでした。そして今石橋貴明さんの強敵の時に、まあ、発生する坂さんのパネルチャレンジに関しては10回やって15エナジーこちらではゲットできました。ということで、まあ、V ロードのね、1周分の、まあ、オーバーランしてみたところ、28エナジーの返りがあったというような感じですね。で、それをするために消費エナジーとしては、まあ、ぶっ続けみたいな感じでやってみて、まあ、56エナジーぐらいかかったっていう感じですね。
で、これがどのくらいいいのかってところなんですけど、まずそもそも V ロードにかかるエナジーとしては、一周するためには980のスタミナが必要になります。まあ、これは20の消費スタミナの試合が38試合と、25の消費スタミナの試合が4試合。そして最後日本一決定戦で30のスタミナ消費の試合が4試合。で、それで合計すると980のスタミナが必要となっていまして、まあ、これエナジーで考えると49エナジーが必要になってくるんですよね。で、そこからまあエナジーの帰りとしては、まず日本一でも大体10エナジーですよね。まあ、たまに A ランクの時もあれば100エナジーの時もあると思うんですけど、まあ、10エナジーが返ってきて、まあ、ストーブリーグ補修でも大体5ぐらいはね、確実にゲットできるかなと思いますので、15エナジーの返りがあるかなってところですよね。そうしますと、通常の場合、何もない時だと34エナジーの消費で V ロード一周できるみたいな感じになると思います。まあ、めちゃめちゃ周回してるって方だったらね、まあ、普通に平均したら25エナジーぐらいのバックあるかもしれないんですけど、まあ、今あんま時間がないっていうところで、まあ、この計算でいきます。ただ今回の対決カーニバルプロスピオは俺だがある場合ですと、どうなるかと言いますと、まあ、56エナジーの消費が V ロードでまずありましたと。で、そこから返ってくるエナジーがまず V ロードの報酬で15エナジー。で、そしてさっきのランダムのやつの報酬から28エナジーというところで、それを考えると13エナジーの消費で、まあ、V ロード一周できたみたいな感じだったんですよね。なので一周すると考えるならば、まあ半分以下のエナジーの消費で済んで、がっつりね試合をすることができるっていうことがありました。まあこのイベントでのエナジーの返りっていうのは結構運次第なので、まあ結構誤差出るかもしれないんですけど、まあ今の時期ね結構育成をしていきたいっていう方がね多いと思います。まあ特訓のトレーナー選手、まあエサって呼ばれるような選手たちの、まあ、育成をしていきたいとか、そういう方がいるかと思いますので、早く育成をしたい方だったらこの期間ね、このタイミングだったらやってもいいのかなと思ってますね。まあ消費エナジーも少なく済みますし、まあ普通に V ロードやってれば、まあ B ランクとかもね、自走車でゲットできますし、イベントで運が良ければ A ランクも当たる可能性もあると。はい。そしてなおかつ、まあ特訓 1.5 倍が割とね、遠くないよというか、早かったらね、12月末、まあ1月中には絶対来るかなぐらいな感じだと思いますので、まあその辺の準備のためにも、まあ結構多めにね、V ロードやっていくといいのかなと思っています。A ランクがね、がっつり当たったら結構美味しいんですけどね。まあ、合計したパネルチャレンジの感じだとこんな感じになってまして、まあ、今だね、A ランクは1枚というような感じなので、まあ、この辺の確率がどうなのかなってとこですね。まあ、高さのパネルチャレンジも、まあ、合計でこんな感じで、まだ A ランクは当たってませんという感じですね。まあ、この辺皆さんどのくらい当たってるのかとかね、ぜひちょっとコメント欄で教えていただけると、他の人が走る参考になるかと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ最後、累計報酬の S ランク契約書があったので、それを開封して終わろうと思います。いや、最近ね、坂本選手の自陣ミキサーとか、大谷選手のね、ワールドスターとかね、まあ、結構きついところを乗り越えて、運がね、向いてきてるんでね、ちょっと、神引き期待しちゃいますけど、まあ、スピーツ更新したいかな。浅村さん、吉田正尚さん、山本投手、お願いします。さあ、来い。はぁそんなことある？何円だったのあのミキサーいやー、必死こいてね、1ヶ月分ね、契約書を待ちに待って契約書大量開封して自陣ミキサー誤解してね、頑張って当てて、こんな簡単に来るんですかコメント欄でね、予言してくれた人いましたけどね、ベストにタイトルだあなた当てますよ坂本さんみたいな、はい、こういう結果にもなりましたね。いやー、これだからわからないっすねはい、そういうわけで最後変な紙引きしましたけども、お知らせのことと、あとイベントのオーバーランが割とありですよって話をね、今回はしていきました。というわけでこのチャンネルでは無課金初心者の方向けのプロスピースで効率よく強くなるための情報を今後も配信していきます。基礎知識、イベント攻略、育成のコツなどの情報を知っていきたい方はぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。そして Twitter で YouTube で話してない最新情報の補足ツイートとかもしてますので、そちらも気になる方は概要欄から Twitter のフォローもお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。